キスをして手をつないで黙ったままコンビニまでの道を歩いた。ついてだな、ナナと同じ。私はこの手をこのまま永遠に離したくないよ。どうすればこの気持ちを分かってもらえるだろう。あの時ノブの目の前で匠を追い返せなかった私が今さら何を言っても信じてなんかもらえない気がする。でも本当はずっと我慢してた。ノブの彼女になりたかった。ノブに触りたかった。抱きしめてもらえる日が来るのをこっそり願いながらこの川べりの道を歩いてた。今どんな顔をして何を考えてるの？確かめるのが怖い。このまま私をさらってくれてもいいんだよ。だけど他に男がいるのに簡単に流される女だって本気で幻滅されたらどうしよう。はあ、何眠たいこと言ってんだよハーゲ。つまり売りゃいいんだろ。全然余裕。さっさと契約書用意するようにカーノに言っとけよ。わかった？返事は？はい。はあ、もうマジ眠くなっちゃった。眠くてハゲそう。風呂入って寝よ。え、アチコさんが戻られるのを待たなくていいんですか？戻らねえよ。賭けは私の勝ちだ。私やる前に行っちゃうに100円。でもあちこさん彼氏が。ノブさんのアパートが使えないとなると僕も今夜親元に帰るか。親元？あ、もしもし涼子さん。お仕事お疲れ様。ごめんね連絡遅くなって。うん、元気だよ。これから行くね。じゃあまたね美里ちゃん。え、お帰りですか？ワインは？待てシン。誰だ涼子って？育ての親だよ。嘘つけ。お前には女親はいねえはずだ。なんで知ってるの？素性知られたくねえなら偽名名乗るぐらいの知恵を身につけるんだな。今は誰にもフルネームで名乗ったりしてないよ。別に知られたって構わないけど
勝手にいろいろ調べられたりしたら不愉快だからね。だったらあんま心配かけるようなことはすんな。生きがっててもお前はまだ15のガキだ。レコード会社と契約するには保護者のサインが必要なんだよ。会いたくねえんなら俺が行ってもらってきてやる。頼りにしてるよ、ヤスさん。美里ちゃん、俺ももう帰るわ。え？悪いね、仕事を溜まってっから。いえ、美里は構いませんけど。それは賭けの負けを認めたということですか？ハチコさん、彼氏がいるのにいいんでしょうか？っていうか、ノブはそれでいいんですか？さあね、ま、男は惚れた女には弱いもんだけど、俺には微妙な女心なんてさっぱりわかんねえから。つまり微妙な状況なんですね。すいません、これ以上詮索しないように気をつけます。美里ちゃんは夏休みいっぱいこっちにいるんだろ？ご両親は何も言わないの？はい、ご心配には及びません。一つ詮索していい？何ですか？上原美里、君の本名は？内緒です。本当に偽名だったのか。あんないい子なのに、やっぱ女わかんねえな。クワバラクワバラ。あれ？あ、いた。花火やるんだ。近くだね。一緒に行く？一個持つ。平気。あ、やっぱ持って。私の考えてること。いや、わかんないけど。なんか通じてる感じ。そう？さっぱりわかんなくって困ってるから、できれば説明してほしいんだけど。テレパシー？聞こうよ、人の話。あ、ごめん、私たらつい暴走癖が。あ、いや、俺は君のそういうドリーミーなところが実はかなりツボなんだけどね。幻滅した？どうしよう。つうかさ、お前のその押したり引いたりとかの手口は男を陥れる罠なのか？違う。天然のふりして計算づくかよ。違うよ。なんて女だ、魔王の手先だからあんなに熱心に布教活動を。違うもん。自分で言ってたんじゃん、悪い女だって。冗談で泣くなよ。ごめんね、私匠とは別れるから。私本当は匠とのこと誰にも知られたくなかったの。そしたら何もなかったふりしてノブの彼女になれたのに。そんなずるいことばっかりいっぱい考えた。幻滅した。え、いや嬉しいけど。やめて、その泣き顔でじっと見んの。理性が吹っ飛ぶから。俺にはお前を力ずくで奪うなんてやっぱりできねえよ。俺はお前に悪い女の真似事はさせたくない。今暴走したらお前絶対俺と匠の板挟みで苦しむから。お前優しいし情に脆いから別にずるいなんて思わねえよ。自分のことそんな風に責めんなよ。お前が匠に惹かれんのはしょうがねえと思ってるし、俺は多分どう頑張っても匠には勝てねえから。そんなことないよ、私は。でもお前がそれでもあいつと別れて俺の女になるって言うんなら、俺は意地でもお前を幸せにしてやる。俺はお
前を幸せにするためなら何だってやってやる。俺なりに。夢を見てるのかな、私。つうか、お前がいてくれりゃ何だってやれる気がするんだ。でもこれは覚めない夢だ。匠と別れて気持ちにケリがついたら俺んとこ来てよ。信じて待ってる。ねえナナ、私は今日までたくさん恋をしたけど、こんなセリフを本気で言ってくれる人は現実にはいないんじゃないかと思ってた。ナナはレンに今までどんな言葉をもらったの？ナナと話がしたいよ。あ、おかえりなさい、ハチコさん。ごめんね、遅くなって。いえ、早かったです。お一人ですか？あれ、しんちゃんとヤスは？あ、すでにお帰りに。何それ、こんなにいっぱい買い出ししてきたのに。すいません、それは次の打ち上げに回しましょう。それよりノブは？あ、下まで送ってくれたんだけど、明日バイトもあるし、今日はもう帰るって。そうですか。やっぱり何かあったのかな。じゃあ今日はもう開きだね。私も明日朝からバイトだし、先にお風呂入っていい？あ、今ナナさんが入ってくると思った。なんとかしろよ、その覗き趣味。ナナ、中まで入ってくんな。何考えてんだてめえは。いいじゃん、女同士だもん。女と風呂入る趣味はねえよ。男となら入るの？普通そうだろ。普通逆だよ。しかも人間の女ならまだしも、散歩帰りのメス犬だし。待って、ナナ聞いて、実はノブが。ノブオがどうかした？一緒に花火大会に行こうって。行けば。小学生か、あの男扱いに。ちんついてんのかよ。とりあえず賭けはヤスの勝ちですね。さすがリーダー、メンバーのことはお見通しです。ナナに話すのはやっぱり匠と別れてけじめをつけてからだ。ナナは私と匠を合わせてくれて、うまくいくようにあんなに応援してくれてたのに、絶対何それとか思われちゃう。私がナナの立場でもそう思うもん。別にナナじゃなくったって誰だってそう思うよ。さよならを言うのは電話にしよう。プライドの高いあの人の傷つく姿なんて私は見たくない。なんかここ数日うちのマンションやぶかが張り付いててうざいんだけど。え、タクミんとこも？なんだ、俺だけ有名人みたいで喜んでたのに。喜ぶな。やぶか、夏だしね。レイラ、それマジボケ？うちにも来てるよ、パパラッチ。誰の行き血を抜きたいのかしら。ってことはうちにも来てんのか。やべえな。お前の血だ。あ、そっか、レンとこ今女いるんだっけ。すっぱ抜かれる前に女を帰らせろ。お前のスキャンダルは一番困る。別にいいんじゃない。本庄レン熱愛発覚、痛くも痒くもないよね。むしろ素敵。表出るときは身だしなみに気をつけるよう言っとくわ。ところで僕たちはいつになったらヤブカの松をお家に帰れるの？帰れば、うちのバンドはお前がいなくても大丈夫だ、直樹。はあ、
そんなにすぐに反応してくれなくていいのに。もしもし。話って何？どうした？何かあった？電話じゃダメだ。電話一本でさよならって、そんなのやっぱり人として。今からちょっと会って話せないかな？悪い、今テレビの収録中で。そうなんだ、ごめんね仕事中に。ううん、収録より待ち時間のが長くてね、もううんざりよ。珍しいね、テレビ？うん、衛星でね。今度うちの特番やるの。そうなんだ、うちチューナーなくて。買おうよ、ファンなら。ダメだ、普通に会話してる場合じゃないって。どうしたの？電話じゃまずい話？俺しばらくスケジュールぎっしりで予定立たないんだけど。そうなんだ。何？まさかガキでもできた？え、いや違うよ。違うのね、よかった。ビビらせんなよ、俺こう見えてデリケートなんだから。そういう煩わしい話なら勘弁してね。ごめん、煩わしいって言うかな普通。そんな当然のように責任放棄されても。何この人、人としてどうなの？しかも何謝ってんの私。出番ですよ。悪い、もう切るね。また時間できたら連絡するから。しなくていい。っていうかもうしてこないで。え、さよなら。言ってやった、言えるじゃん私。終わった。なんか怒っちゃったよ、ナナ。え、ナナ？ああ、ハチコか。そりゃ怒るわ、お前。ガキでもできた？ビビらせんなよ、煩わしい。何がデリケートだ。デリカシーのかけらもねえな。だって実際困るんだから、言っといてやらねえと。一番困るのは本人なんだし。そう思うんなら、きっちり明るい家族計画をすることな。人のこと言えんのかよ、お前。俺は困らん。むしろ明るい家族は大歓迎だ。なのにピルなど飲みやがって。暗い女め。十分自己中じゃねえか。かけ直しても来ないし。何それ、あっけな。私なんでこんな愛のない男にしがみついてたんだろう。100年の恋が冷めた気分。違う、匠に愛がないのは最初から知ってた。匠が私の言葉に傷つくはずなどないんだった。私は100年の眠りから覚めただけだ。会う時はいつもベッドの中で甘い言葉をささやかれて、強く抱き合ってるとなんとなくそこから愛が生まれる日が来るような気もしてた。でもそんなのはやっぱりただの幻想だったんだ。ようやく目が覚めたよ。信じて待ってる。本物の王子様のキスで私は目覚めたんだよ。王子様って感じじゃないかも。でもまあ私的に。びっくりした。ごめんね仕事中に。ナナに教えてもらったの。バイト先、ノブってレコード屋でバイトしてたんだね。そういや部屋にもレコードいっぱいあるもんね。いや、ここは週2日だけで、あとは短期のバイトとかいろいろ。そうなんだ。ちなみに今日は何時上がり？9時だけど。じゃあそれまで隣のカフェで待っとく。え？よくよく考えてみると、私ノブについて知らないことがまだ意外とたくさんあるかも。もっとちゃんと全部知っときたいよ。でもきっと血液型は A だな。なんか根が真面目だし。ダメだ、なんだか落ち着かない。お疲れ様。びっくりさすなって。ねえノブ、お腹すかない？私もバイト帰りで何も食べてないんだ。ああ、じゃあなんか食いに。それよか、私ノブんちでなんか作りたい。え、うち？ダメ。なんで？言ったろ昨日、ちゃ
ちゃんと蹴りつけてから来いって。着いてから来たんだけど。早いよ。ごめんなさい。これでも今日一日すっごく我慢して、まるで一日が一年のように長くて。でも一年のように感じようが、一日はあくまで一日だぞ。もう一日我慢してみる。肉じゃがとかできる？じゃあ得意。かわいい。一年経ったことにしてあげる。ハチ公は今夜は帰れないかもって先ほどメールが。また彼氏のところでしょうか。え？でも今日は夜中まで撮影のはず。ねえナナ、ナナはレンにどんな愛の言葉をもらったの？あの時、それだけはどうしても聞いておけばよかったんだ。あの猫足のバスタブはもうここにはないよ。I reached into the sky. 想いは届かなくて、小さく空に消えた色とりどりの偶然。I'm alone. 行き先のない私の手を。